私と話したい人がいるんだったら一緒に話そう。あ、私イオパラさんとお話ししたいです。うん、私じゃあご飯に話す。いいよね。私ちょっと情報見てこようかなって思うので、私も行きます。うん、行く。なんか分かった。私ここにいない方がいい。どう？あ、私は大丈夫。私も大丈夫。じゃあ私もいる。なんか調べて分かったことある？特になかったかな。あのね、うん、教室に吐血した跡があったの。なるほど。吐血？私なのかな。でも私じゃないよ。まあ、つられた時に、首をつられた時に血が出たとか、うん、私じゃないと思う。血ついてないけど、吐血？大量の血が、大量の血が教室にあった。でも誰のものかわからない。わかった、うん、他はある？私は本当に特にないわ。一応言うけど、まあ園芸部のユーミンさんが毎日温室で1時間花の世話をしているっていうことと、うん、あとだって園芸部だもんね、うん、そう、だから1時間そこにいるっていう立証ができるっていうことと、うんうんうん、オカルト部の部室にはオカルトグッズが散乱してた、うんうん、あと汚い字にメモがあったりとか、そんな程度。メモの内容とかってわかる？読めなかった。なるほど。あやかはなんか見つけた？私結構見つけたんだけど、うん、まず、うん、教室の中に、うん、教団があって、私がこう首を吊られていた状態で、教団の上に足跡が一人分以上見つけられて、一人分以上？なんか動かされた形跡があるの、うん、だから私が殴られた後に、うん、こう私を教団の上に乗っける人が一人以上いて、うんうん、共犯者がいる。共犯者がいて、うん、私をロープにくくりつけて教団を動かしたっていう。だから誰かが協力してる。なるほど。彩香さんと少し話したいことがあるかも。あ、ここで話す？うん、できれば誰にも聞かれない場所がいいかも。わかった。じゃあ行こうか。はい。共犯者がいるってなったら、自分の中で考えが変わったことがあって、うん、私はもともとある事情から飼育部を疑っていたんだけど、園芸部のユーミンさん の証言によって飼育部のリオさんを疑いから外すことになったけど、共犯がいるんだとしたらリオさんとユーミンさんの2人の共犯っていうことがあり得るかもって思ってる。ないと思う。どうして？私はユーミンとすごく仲が良くて、ユーミンが私を殺そうってするはずがないと思う、うん、殴ったのはリオさんで、それを吊り下げるのを手伝ったのがユーミンさんの可能性はあるんじゃない？まあ確かに。でも、うん、殴る必要がどこにあるのか。それは私もそう思う、うん、けれど、そうね。でも、そっか、自殺に見せたかった。まあ、そもそもその、殴ってから首を吊らせるっていうところ自体に疑問は残るし、そうね、その後にあなたが生き返ったことも疑問は残るんだけど、まあ、それは一旦置いといた方がいいかなと思っていて。ちなみに、その、ネズミの死骸って何なんだろう？それは、ごめん、今は言えないけど、それに関することで、私を、犯人に仕立て上げようとしているのがリオさんだと思っている。あと料理部さんって料理しないですか？料理はするよ。なんか調理器具とかいろんなものがほこりかぶってて、さっき見てきたんだけど、料理部を部室をなんか使ってないのかなって思ったんだけど、一応料理はしてる。なるほど。まあ器具を使ってかどうかは
そっか、分かった。どうする、入ってもいいよ。はい、別にいいもん。平気です。なんかありました？え、何もない、何もない。何もないと変なのか。なんかでも言ったこと、そうだな。料理部ってさ、うん、何してんの？料理したりとか。してないよね。してない、してない、してないですよ。料理してないよ。そう、今その話をずっとしてて料理部の部室を見に行ったら調理器具とかほこりかぶってて、絶対に料理してないから、料理してないですよねって聞いたら、料理をしてるって。いやいや、じゃあ何、死体の料理とかってこと？死体の料理、今はそれについて言うことができないとだけ。なるほど。ただそこの私の秘密をつけ狙って、秘密につけ込んで私を犯人に仕立て上げようとしている人がいるとだけ言いたい。そう、料理してないのは確実なんだよね。どうしてそう思ったの？ハンバーグの作り方も分かんないって書いてある。あ、確かにハンバーグの作り方も分かんないでしょ。正直ハンバーグそんな誰だって作れるじゃない。いや、嘘だね。まあそこは今回の事件には関係ないと思う。そうなのかな。まあちなみに私が飼育部のリオさんを怪しんでいるのは、血のついたハンカチが料理部の教室の前、部室の前に置いてあったみたいだけど、私が入った時には、あ、そこに到着した時にはなかった。だから私が教室に入った後に誰かが置いたんだと思うんだけど、私の料理部の部室の隣が飼育部の部室なんで、だからまあ単純に考えれば近くにいたリオさんが置けるチャンスが一番あったんじゃないかなと思って。ただそれをかばったのがユーミンさんだったの。その血のついたハンカチを見てリオさんが土だと勘違いしていたっていうところから、そのハンカチを置いたのがリオさんじゃないって証言していたから、私もじゃあそれはリオさんじゃないんだろうと思ったんだけど、共犯者がいるんだとしたら話が別になってくる。そうね。松田さんってオカルト部でオカルト的な、なんかこう死んだ生きてるが分かるって言ってたじゃないですか。それでそれ以外のオカルト的なことって分かったりするのかな。分かんないんだよね。さっき私もちょっと聞いて、死んだものを生き返らせたりとかできるのって聞いたら、できない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 んだ。しかも生きて、なんかその死んだとか生き返ったっていうのも、学校内にいるときに学校内にいるものの死んだ生きたしか分かんないのよ。あと人間か人間じゃないかとか、そういうこと、もう分かんない、命の数で判別してるのよね。そう、その何が死んだのかとか、何が生きてるのか、なんか生まれたのかとか生き返ったのかとか、そういうのは全然わかんないの。ちなみに教室で生きた死んだは今日は分かったりしました。あ、だから彩子が生き返った時に、あ、生き返ったわって感じたんだよね。死んだのは気づきました。死んだのが、私学校にいない時間があって、ちょっと、あ、ちょっと出かけてたのよ。なるほど。それが6時、50分から7時20分の間、30分だけ学校にいなかったんだよね。ざっくりいない。そう、その30分の間に殺されたかなって私は思ってたのよ。しかもさっき言ってたのは、その生き返ったと感じたのも、もしかしたら命が増えたと感じただけだから、そう、飼育部の中で、飼育室の中で何かが生まれただけっていう可能性もある。でもね、部屋は分かるんだよ。部屋は分かる。そうだよね。そう、教室って思ったんだよね。そう、教室だとしたら本当に死んだのね。そう、だから生き返ってはいる。その理屈もそもそも分からないけどね。そんなオカルトじみたことは、私はでも結構信じてるかも。違う、そういうことじゃなくて、彩香さんが死んでから生き返ったっていうこと。もう誰かは、でも実際に私は死んだ風になって生き返ってるからどうなんだろう。そういう信じられるんだけど、何かそういう不思議なことが起こってるってことでしょ。思う。ちなみに委員長のまつりさんのことはどう思う？まつりさんは犯人じゃないと思う。私もそう思うけど、怪しいとは思う。そう、本当にそう思う。松田さんはどう思う？うん、
なんか私とそのミカミンがすごい仲いいんじゃないかって言ってきたんだけど、でもそんなことないよって答えたんだけど、なんかすごい。そんなことないの？でもまあまあ普通の、みんな仲いいじゃん。うん。ミカミンさんってまつりさんと仲いいですよね。仲いい。そうね。なんか最近よく話してるのを見かけてて。あ、そうね。仲いいかもしれない。何を話してるの？よく。そうね。あんまり人に言えないことを話してる。ミカミンさんからまつりさんに対して何か話したりする？することもあるわ。まつりさんからも話したりする。うん、お互いに話したり話しかけあったりしてる。なるほど。ただ私はまつりさんの記憶喪失が頻繁に起こっていることについては分からない。そこが気になってるのよね。ちょっと分からないけど。でもそうやって消去法にしていくと絞られていくのよね。そうね。一応私は松田さんのことは疑いたくないとは思ってるわ。おお。まだ分からないけど。まだ分からないけど、なんとなく。まあ私何回も言うけど、その6時50分から7時20分の間にいないからね、学校に。怪しいよね。死んだと思ってる時間なのに、ね、私はそこで彩香殺されちゃったのかなって思ってるけど、でも私もその学校にいないからみんな見られてないじゃん。その理由は今話せる？これがね、いない理由、ちょっとオカルト仲間に罰ゲームを受けさせられてて。罰ゲーム？罰ゲーム？あ、そうなんだよね。罰ゲームっていうか、なんかまああんま気にしなくていいよ、そこは。それのためにそう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 、ちょっと学校の外で会わなきゃいけなかったから。あ、誰かに会ってきたんだ。そうそう、会ってきた。そう、会ってきたというか、まあ、罰ゲーム。なるほど。で外に出た。で30分後にはもう戻ってきて、そしたらそう、朝さ、飼育室で命減ったかもっていうのがあって、行ったらネズミ消えてたのよ。2匹いたはずだったのに、うん、私それちょっと料理部の三上怪しいと思ってるんだけど、うん、まあ、2匹いなくなってて、そのうちの1匹が学校校門から帰ってきたらいて、あら、あ、ネズミいたと思って追っかけて、走ってったら祭りのとこに行ったんよ。なるほど、なるほど。あ、祭りちゃんなんかロープ持ってうろたえてるけどどうしたのみたいな感じになって、一緒に教室行ったら彩香死んでたんだよね。うん、私は松田さん疑えないかも。私もあんまり疑いたくない。というか、それよりも疑わしい人がいるっていう感じ。そうだよね。結局消去法かも、私は。ちょっとみんなで話す、うん、あとは調べたいこともあるし。そうだね。うん。何か分かったことありました？ちなみに、うん、料理部のミカミンさんはリオさんを疑ってました、うん、確かに。ミカミンとだけ喋ってないかも。リオさんとユーミンが仲間だって言ってました、うん、すごい上手いな、落ち着くか。でも私は、うん、ごめんなさい、リオさんのことは分からないんだけど、うん、ユーミンはすごくすごく仲がいいから私を殺すはずがないと思ってて。うん、私もそう思う。この2人は一番私が仲良かった人が殺すはずないと思ってるから疑えないんだよね。うん、うんうん、いつもね2人でお弁当食べたりとかそうしてるから、私も正直ユーミンは怪しくないなと思ってて、一番なんだろう、犯人探しを一生懸命やってる。そうですよね、うん、か私はもう、いろんな情報を考える限りもうオカルト部はほぼ黒なんじゃないかなと思ってて。本当ですか？がそれはなんで？もうね、松田は学校の倉庫に住んでるし、結構自由が利くというか。確かに。で、そのアリバイがでもね、ない人が、まあ正直私も誰かと一緒にいたわけじゃないからアリバイはないんだけど、うん、オカルト部とミカミンのこの2人はアリバイがなくて、
私もそう思う、うん、このユーミンとまつりまつりちゃんは一緒にいて、ただまつりちゃんもね途中で記憶喪失になってるからちょっと怪しくて、ちょっとこれをリオスさんに話していいのかわからないんですけど、うん、気になったことがあって、うん、オカルト部の物質を調べたんですよ、うん、そしたらノートがあって、うん、その中に書いてあることにちょっと気になることがあって、うん、地上の非人間を学ぼうっていうページがあって、ほう、いろいろ人間じゃない人のことが書いてあるんですね。で、うん、このクラスには人間じゃない人がたくさんいるんじゃないかって思っていて、うん、例えば、うん、吸血鬼とか人魚とか、うんうん、沼男っていうのがあって、うん、吸血鬼の欄に、うん、血を吸った相手を眷属にできる、眷属にした相手に催眠をかけることができるって書いてあって、だからこう記憶がない、眠っちゃってたっていうまつりさんは血を吸われて眷属にされたんじゃないかって思うんですけど、ちょっとついていけないですよね。でも私もついていけないんですけど、うんうんうん、で血を吸われた相手は不老不死になるかもしれないっていう書いてあるんですね。ちなみに人魚は肉を食べると不老不死になるらしいんです、うん、とっても美味しくて、うん、沼男は複製されちゃった人間、同一人物のこと、別人だけど複製されたドローンみたいな、うんうん、クローンみたいなことを言うっていう学習ノートを見つけて、なるほど、確かにオカルト部の物質から十字架が見つかったりとか、なんかそういう なんか人ならざるものの研究みたいなのは知ってそうですよね。ちなみにもっと言っていいですか？こんにちは、うん、あ、こんにちは、はい、これオカルト部の物質だけじゃなくて、うん、校門とか空き教室からも、うん、教員の引き継ぎのメモっていうのが見つかってて、教員、うん、引き継ぎがこうされるメモみたいな、それの端切れが2枚見つかってるんです、うん、でここにも人魚とか吸血鬼とか人間っていうワードが出てて、結構信憑性があるかなって思ってるんですけど、多分それ私その紙のメモの1枚を持ってる。見つけました？合わせてみてもいいですか？何の話ですか？私今までいろいろ調べていたら、いろいろなメモみたいなオカルト的なメモを見つけてて、出しますね。繋がらないな、形が。うん、あの上かな。あ、こういうことかも。ここがこう繋がるんですよ。で、これがこうだ。ここがこう繋がるんです。こういうことか。そうです、そうです。と、人魚は非人間の中で唯一友人がいる。天使が人の真似をしたがる。吸血鬼が職員に対して吸血未遂あり。人間は非人間たちの緩和剤。非人間の中で唯一友人がいる。天使、人の真似をしたがる。双子、化け猫だけはわからない。多分こう双子化け猫が人の真似をしたがる。あ、天使が非人間の中で唯一友人がいる。なるほど。もう一つ、もう一つこっちですか？こういうことですかね。うんうん。あ、多分、あ、本当だ、ずれてるっていう。どうなんでしょう。なんかちょっと形はあの秘密だけど、多分こう。でももう一枚あるってことですよね。そうですね。もしかしたらあるかも。欲しいものが私にはあって。はい。教員の引き継ぎメモみたいなのって持ってたりしますか？あれ、なんかあれですよね、集めてたやつですよね。はい、私持ってないんですけど。持ってた人とかって知らないですか？知らないです。なるほど、わかりました。なんかあれにいろいろあったじゃないですか。はい、あやかさんは人間ということでいいんですか？私は人間です。なんで生き返ったんですか？
何者かが私に何かをして、それが生き返るというか死なない何かをかけられたと思っています。なんか生き返ったから人間じゃない何かなのかなって思ってるんですけど。あ、違います。不老不死だったりしますか？私は不老不死になったと思ってます。え、何者かによって不老不死にされたと思っていて。そんなことあるんですか？あります。で、まつりさんもおそらく不老不死です。え、私不老不死なんですか？はい、ね、やった。情報があって、はい、吸血鬼っていう人に血を吸われた人って催眠状態になるらしいんですよ、うんうん、それで不老不死になるかもしれないんですね。かもしれないか。まつりさんってずっと眠ってましたよね、記憶がなくて、はいはい、催眠状態だったってことは考えられないですか？確かに。だからおそらく吸血鬼に血を吸われて催眠状態になったんだと思ってます。え、その吸血鬼に血を吸われたら不老不死になるって確かな情報ですか？なるかもしれないと書かれてます。なので、もしかしたら不老不死かもしれないです。へー。え、じゃあもともとただの人間ですか？私はそうです。なるほど。なんか人間っぽくない人いました？全員人間じゃないと思ってます、私以外。なんかこれこの人これっぽいなみたいなのありました？あー、よくわからないです。例えばなんか何かに変身できそうな人とかっていましたか？人に変身できそうな人。うーん、なんかあのよ、前の日に、はい、あの私と教室で待ち合わせたみたい、待ち合わせるって約束したっていう人がやっぱりよく考えても私じゃないと思っていて、まつりさんに変身して私に声をかけたってこと、人がいると思っていて、それが誰かを今探してるんです。私に変身、なるほど、した能力を持つ人がいると思っていて、変身できる能力を持った人はいますけど、それが誰だかがわからない。人の真似をしたがるっていう人がいて、それは誰なのかがわからないんですけど、おそらくこの中にいます。だからその人が人の真似というか、まつりさんの真似をして私に声をかけたのかなって思います。なるほど。その人犯人かなって思ってるんですけど。なるほど。だって何のためにそんなことしたんだろうって思って。その人が私を殴ったのかもしれないですけど、殴った人が私を殺したとはまだ思ってなくて。なるほど。殴った人と私にロープをかけた人と殺した人は別なのかなって、ちょっとまだわからないけど、そう思ってるから、真似をした人が殴ったのかもしれないけど、殺したかどうかはわからないって感じ。わかりました、ありがとうございます、はい、あと、はい、ネズミの死骸いります？あ、いりません。わかりました。私いらないから、いらないかなと思ってるのか、はい。なんかさ、メモのカードとか持ってないよね？メモのカード、メモのカードちょっと欲しくて。私が欲しいです。あ、本当？くれませんか？あ、じゃあさ、なんかさ、サザンカのカードある？サザンカ組の何かよ、なんかものは持ってないけど、ネズミの死骸ならあります。じゃあ教員引き継ぎメモってもし持ってたら。あ、持ってる持ってる。一緒に今合わせてもいいですか？あ、いいですよ、全然。よかった、合わせましょう。なんかこれですよ、ね、ビリビリに、あ、すごい、ビリビリに破られていて、これがどれなんだろうっていう。あ、どういうことだろう。あ、これが並んでる。あ、すごい、なるほど。さっき飼育部のリオさんがここのカードを持っていて、どうなんでしょう。これで合わせたら非人間たちが分かる気がしていて。え、これ人間じゃない人探してるの？私以外人間じゃないみたいです。あ、そう、私天使。あ、天使はここら辺にあったので、倉庫で暮らしてる。そうそうそう、私のこと。人の真似をしたがる。あ、別に真似、まあ人僕生きてるから。あの松田さんって昨日私に教室に来てって言いました？言ってない。言ってない。そんなこと言ってないと思うけどな。そっか。え、教室に来て？言ってないよ。まつりさんに私は声をかけられたと思ってるんですけど、うんうん、人の真似をする天使の松田さんが私に声をかけたのかなって。いや、全然
違う。違います。なるほど。でもありがとうございます。ここに置いといていいですか？いいよ。あ、でもね、はい、でも、はい、二人の間でってことよね。今この二人の間で置いとくのはいいけど、他の人に見せない方がいいかも。なるほど。なんかね、二回殺されちゃってるかも。気のせいじゃなければ。そうですよね。私ってというか三回じゃないですか。三回も殺されたの？私殴られてるんです一回。そうそうそう。それで一回と。そう。それね、死んでると思うよ。なんか。本質的に殺されたのとロープをかけられたので3回だと思ってるんですけど。そんなに殺されちゃったか。違いますかね。いやでもそう、1回じゃない絶対で、最後のロープだけ2人だと思ってるんですよ。あ、ちょっとこれじゃあ、ちなみにサザンカのカードないんだよね。ごめんなさい、持ってないです。じゃあちょっとそれあげるからメモ読んでください。ぜひ。ありがとうございます。知りたいこととかいろいろあるんで、はいはい、開けれる情報はみんなでもう開けませんか。隠したいものは閉じててもいいんですけど、はい、それはその人が隠したい情報なんだなっていう風に、そうですね、うん、バレるってことで。じゃあまず私が持っている情報は、はい、教壇の上に足跡が一人分以上あって動かされた形跡があること、はい、院長の持ち物にマスターキーがあること、はい、あと料理部の部室見て、あの埃がめちゃめちゃかぶっていたから料理してないっていうこと、はい、あと料理部の持ち物にネズミの死骸があったこと、うん、あとは教員の引き継ぎメモを持っている方がいたら欲しいなと思っています。教員の引き継ぎメモ、さっきリオさんがおそらく持っていたんですけど。あ、ユーミンにあげちゃった。え、いや、これ違うよ。なんかここにメモのマークあるやつです。教員ちぎれてる紙みたいな。あ、持ってる。私開い、それは、え、でもこれはあげれないんだよね。あのメモなんだけど。じゃあ私が集めてもらってもいい？いや。え？みんなに提示してもいいですか？あ、大丈夫。見てます。ごめんね。ああ、そっかそっか。私は提示します。はい、私提示します。証拠品で双子化け猫天使っていうふうに書いてあります。はい、私が3枚持っていて。これビリビリに破られていたからこう合わせる必要があるんですけど。そうなんです。で、こうすると化け猫、うん、双子化け猫、天使、人魚、吸血鬼、人間っていうのが分かるんです、うんうんうん、で、おそらく皆さんがそれに当てはまり、皆さんが非人間なことが分かります。なんて書いてあるんですか？この双子と化け猫ってなんで横に書いてあるの？一緒なんじゃないですか？双子で化け猫がいるってこと、はい、化け猫の双子って書くじゃないですか、ね、こういうそうですことかな。双子化け猫が、はい、両親が離婚済みで双子間で能力差があるそう、うん、天使さんは倉庫で暮らしてて人の真似をしたがる。松田さんが天使ですよね。あ、私天使です。で、人魚が極秘事項、拉致等の可能性あり、非人間の中で唯一友人がいる。そう、吸血鬼さんが100年在校中で職員に対して吸血未遂がある。人間は天才的な頭脳を持ってて近日留学予定、非人間たちの緩和罪。これは私です。うんうんうん、間違いない、うん、はい。なので、うん、皆さんがその能力によって動いていたっていう事実があります。あ、じゃあ双子いるんだこの中に。そうです。化け猫探してたよね。化け猫探してました。双子なんだよね多分。化け猫、化け猫がここにいると聞いて。まつげが双子で双子の片割れを探してたってことじゃないの？そうです。化け猫ではない。化け猫かどうかは置いといて、化け猫を探していました。うん、私は化け猫じゃない。ちょっと私はで情報取りに行ってきます。人間、あ、人間はね、あ、人間天使、人間で、あと吸血鬼と人魚とか言ってた。人魚と最速マンメイドか。そんな分かりやすいことするかよ最速マンメイドかと人魚ってことは多分吸血鬼、吸血鬼、
私酔っ払け猫酔っ払さんと三上さんと私とユーミンさんの中に双子の化け猫と吸血鬼と人魚がいるってことですかね、うんうんうん、おーそういうことになるのか。もうこれは天使と人間決まってるってことだもんね。これは人間は彩香さんっぽいですもんね、うん、すみません、うん、私がもう一つ情報を手に入れたので公開しますね、はい、空から手紙が落ちてきて、その手紙の内容が、はい、5匹と1人、今回も面白い学級になりました。吸血鬼が望む長寿のものは2人ですね。今回のあの子は目的を達成できますかね。私は達成できないにかけますよ。あ、それとあなたが派遣してきたものは一体何の能力が使えるんですか。まさか長寿なだけってことはないですよね。ちょっとポンコツなだけ。あ、そうですかっていう手紙が落ちてきました。どういうことだかちょっと理解できないんですけど。意味わかんない。どういうことだろう。学級を作った人は委員長で、その人は吸血鬼なんですね。あ、そういうことですか。学院長からのやつかな。それ多分職員の手紙じゃないですか、うん、職員の手紙っぽい。そうですよね。この長寿のものは2人っていうのは化け猫の双子ってこと。違います。吸血鬼が血を吸った人が2人ということです。吸血鬼が血を吸う、え、違うんじゃないですか。なんでしょう。だってこれ手紙って学級ができた時に、そうよね、落ちてきた手紙ですよね。もともとだから誰も吸血鬼に血を吸われてないのでは。多分化け猫の2人のことを指してる。これって今落ちてきた手紙だと思ってるんですけど、多分あやかが人間、そう、うん、で能力がないから、はい、多分長寿なのの一人はあやかなんじゃないかなと。かも、かと長寿なだけってことはないですよねっていう。人魚の肉を食べると不老不死になるみたいなことを言ってなかった。言ってた。私が言った。うん。だから吸血された人か、もしくは人魚の肉食べて長寿が、人魚の肉を食べるか吸血鬼に血を吸われると不老不死になるんですか。不老不死になるかもしれないっていう、からじゃあこの中に、うん、でもそれってあんまりなんか犯人と関係なさそうだから。関係あると思ってる。他のカード早く一回みんなで開示した方が。あ、でもそれはそうだ、うんうん、じゃあちょっととりあえずこれ置いといて、人魚と関係全部もう解除終わり。あ、うん、じゃあ松葉、はい、私は教室で睡眠薬見つけました。使われた跡があります。誰かが使ってます。で、園芸部温室、これも言いましたね、ロープがありました。料理部、名ばかりで特に何もしてない。ハンバーグの作り方もわからないってことで料理はしてないです。で、まあ、いいですか。飼育部がスタンガン持ってました。よし。で、あの、私の泥を盗んだでしょ。泥？いや、違う？違うの？いや、私はスタンガンそれに使ったんじゃないの？え、違うよ、泥はね。でも泥について知ってるよね。知ってる。泥って何ですか？オカルト部の物質から拾ったこの泥。あ、カーブ、あ、何ですか、サザンカ。サザンカ欲しかった。うん、神の、うん、これ見ていいの？まあでも全体公開したら多分開かれる、うんうん、そうだから、あ、じゃあ見てもいいな、開いてもいい。メモ用紙読んでもらえば。神の泥の使用方法メモ。神の泥の使用方法。苦戦したいものを泥に包みます。入れ物に泥を敷き詰め生物を入れます。箱の上から雷を当てます。電流であれば蚊、箱を開けば生き物が増えてます。すごい。人間を増やすときは蚊もちゃんと増えるよ。すごい。それって人間が増えたのかネズミが増えたのかが気になって。それ人間だと思うけど。ネズミは増えてないもん。人が2人入るトランクに。でこれ誰か使ったってことですよね。誰か使ったんじゃない、うん、あの生き物が増える音は多分こっちの音だったのかなってさっき勘違い。可能性ありますね。うん、そうだから私持ってなくて盗まれちゃったのよ誰かに。だからそう、誰か持ってるはずなの泥は。で、誰か使った可能性が高い。使った可能性が高い。使ってる。で、それが6時50分とかだったから多分まだ投稿してない。そう、投稿してなくて、うん、私はスタンガンは なぜか物質にあったの。あ、じゃあ誰かが使ったかもね。
そうで、あまりにも怪しいから、うん、じゃあ一緒にあと開けるカードを、まあ、これ指揮者でしょ、あ、そうだね、そうだったこれはね、あ、そうだね、そうだね、うん、別にこれもなんかそんなマジで大したもカード持ってない、手作り弁当と園芸部のロープ、うん、うん、手作り弁当はあとは開かないし、開かない方が良さそう、うん、誰かの弁当持ってきたの、あ、これは多分ユーミンとあやかちゃんが仲いいから、うん、私がハンバーグ作ってくれたやつ、あやかのお弁当をずっと作ってた、うん、と、まあこれは園芸用のロープっていうのはもう最初で分かってたから、うん、特にもうあんまりヒントになりそうなカードじゃないかな、じゃあ私が開きますか、カードじゃない、証拠ではないかな、私が見てます、ね、サザンカの証拠もらってもいる、うん、ちなみに持ってる人は多分ね、委員長、私持ってないです、え、私は持ってない、1枚あるって言ってたよ、1枚っていうか私も何もその情報は得てない、じゃあ誰かが嘘をついてます、嘘をついてる、なるほど、じゃあ隠さなきゃいけないものがあるってことね、うん、公開できるものを公開しますね、はい、まずこれが帰宅部さんを見たら、帰宅部さんの服の上からかけられたように大量の血がついていて、なんかこんなに血が失われたら人は死んじゃうんじゃないかぐらいの血がついてた、あなたが、はい、っていう状況です、で、まあ、公開しません、で、オカルト部さんの持ち物にネズミがいました、ネズミ2匹、私はネズミの死骸を持ってます、気持ち悪いから誰かにあげたいんだけど、ネズミが2つあるのね、ここに今、うん、ネズミすごいな、はい、ハートも、で、これは飼育小屋を見たらずらっと生物があった、なんか珍しい生物があったです、うん、で、これは普通に料理部さん、三上さんが私とよく話してる、で、これは公開しません、じゃあ私がカード公開します、はい、私は全て公開します、うん、オカルト部の持ち物に十字架、物質に十字架があった、うん、で、教室で中央に大量の血がある、吐血した跡のように見えた、うん、で、倉庫、これは誰かが暮らしたような跡がある、電子レンジ、冷蔵庫、コンロが使われた形跡がない、うん、で、これは、院長の投稿順メモを見つけた、園芸部、帰宅部、料理部、オカルト部の順番で投稿したみたいで、まあ、飼育部がないからこの跡ってことだと思う、うん、で、これは飼育部の持ち物で、帰宅部の写真があって、うん、こっちを向いてないから隠し撮りしたものかなって思った。なるほど。うん、じゃあ私が得た情報は、本当に大したことないけど、オカルト部の物質にはオカルトグッズは散乱してて、なんかメモみたいなものがあったけど、字が汚くて読めなかった。ひどい。あとは、飼育部のリオさんについてだけど、とっても整った顔立ちをしていて、モデルの誰かにウリ2つ、ありがとうございます、双子のような誰かを写し取ったような顔、うん、そしてオカルト部の松田さん食事をしているところを誰も見たことがないという情報を得た、うん、あとは園芸部ユーミンさんは、温室で毎日1時間花の世話をしている、うん、私が言えるのはここまで、血のついたハンカチってミカミンの前、ミカミンの部室の部屋に落ちてたんですっけ、うん、そう、私が見つけた、でも、うん、それって彩香さんの血ですかね、違うと思ってます、違うかなと思っていて、あのネズミ、ネズミ、私嫌いだけど頑張って持つからネズミくれませんか、あ、いいんじゃない、じゃあ、あと私この切れ端見てもいい、うん、自分のものにはしないから見るだけ、分かった、ちょっと失礼します、あ、ネズミだ、
私はちょっとネズミ無理だから。一匹死んでる？全く同じネズミなんだけど、死んだネズミと死んでいないネズミ。じゃあ複製したかのように全ての特徴が一致していて、死んだネズミの死因は足圧迫死。やっぱりネズミを増やしたってこと？増やしたっぽい。獲物を仕留める獣が行う鮮やかな殺し方。化け猫だ。やっぱり使われてませんか、そのドロッとスタンガン。そう思う、うんうん、それでネズミを増やして、うん、そうね。でもネズミ増やして何の意味があるんでしょう。それと、こう化け猫が無限に食べるため。あ、でもそれだとしたら彩香さんを殺したのと関係がないから。確かに、うん、2人っていうのそれいただいていいですか。どうぞ。いろいろみんなで話してきたけど、最後にみんな今私を殺そうとしたのが誰なのか考えていることを教えてほしいと思ってます。まず委員長のまつりさん、お願いします。はい、私は彩香さんを殺そうとしたのは飼育部のリオパラさんかなと思っています。やはりスタンガンが怪しくて、先ほど松田さんがスタンガンと泥で人間を複製できるっていうお話をされていて、彩香さんの証言によると自分を殺したのが2人なんじゃないかってお話をされていて、教団にも2人の足跡がついていたので、自分で誰か何かを複製した、その2人によって殺されたと思っています。なのでスタンガンを持っていたリオパラさんが一番怪しいかなと思っています。以上です。なるほど、ありがとうございます。ではエンゲームのユーミン、お願いしていいですか。はい、私が彩香を殺したと思う犯人は、ミオリーブのミカミンかなと思ってます。理由としては、いや、とても難しいんですけど、まずリオパラは学校に来た時間が遅くて、アヤカが6時40分に誰かに殴られたっていう時間と考えるとあまりピンとこないというか、いろいろと話してる時に教えてくれた情報とかも合わせてあんまり違うと思っている。で、松田も一緒に犯人を探したいって言っていたのと会議してくれた情報とかを合わせて違うんじゃないかなと思ってて、ちょっと正直ピンときてないからちゃんとした推理ができないんだけど、委員長か三上だと思ってて、三上は私にくれた情報が少なすぎて、まあ、何か隠してるんだろうなって思って分かんなかったっていう感じ。ちょっと自信がないけど、委員長が三上だなっていうふうには思ってる。ありがとう。次に料理部の三上さん、お願いしていいですか。私は彩香さんを殺そうとした、殺したのは飼育部のリオさんだと思ってる。まあこれは消去法になってくるんだけど、まずまつりさんは違うと思う。これは誰かにも言ったけど、誰とも会って、朝から全員と会っているし、殺すチャンスはいくらでもあったけど、それを自ら言ったことと、あまりにも策がなさすぎると思ったことで、私がリオさんを最初から怪しんでいたんだけど、そのリオさんをずっとかばっていたのがユーミンさん。だからユーミンさんとリオさんが共犯なんじゃないかってずっと今も思ってる。まあ今人ならざる話とかがいろいろ出てきたけど、それを抜きにして純粋に怪しいのはこの2人。私は絶対に彩香さんを殺せない、殺せないっていうか殺す必要がない
ていうか興味がない。あなたに。私が興味があるのは、ネズミだけ。なるほど。ありがとうございます。次にオカルト部の松田さん、お願いしていいですか。私が彩香を殺したと思ってる人は三上かな。委員長と三上と本当にどっちがどっちか分かんないけど、なんかこのネズミを、あ、ちなみに私は共犯がいるっていうのは賛成です。共犯がいて一人でやってないと思ってて、彩香殺したのは二人以上だと思ってるんだけど、なんかまあ三上がかなり偏食だっていう話を聞いて、で なぜかその三上にご飯を運ぶ役目を院長の祭りがやってるのよ。その子ご飯ネズミを持ってくみたいな話をして、よくわかんないこと言われて、なんだこの二人と思ったんだけど、だから、ね、ネズミいなくなってたのか。そう、飼育部からいろいろ、まあ、どこからかわかんないけどネズミをこう渡してるっぽかったから、なんか二人が怪しいなって思って、どっちが主犯かなって思った時に、うん、まあしかもメモに吸血鬼とか書いてあったし、なんか変色、化け猫吸血鬼変色怪しいなみたいな、どっちかがその三上はどっちかでネズミ食べてるなみたいな感じだったし、なんかこの手紙も殺しそうな感じだったんで、誰かをちょっと三上にします。ありがとうございます。ごめん。次に飼育部のリオパラさん、お願いしていいですか。私も犯人は料理部の三上かな。三上ともっといっぱい喋りたかったんだけど、まあ、三上、逆に三上以外の人たちがどういう、まあ、人間だったり人ならざるものだったりっていうのがすごく見えたっていうのがあって、まあ、おそらく三上が吸血鬼で院長を操って、まあ、多分院長はむしろ操られてるから、まあ、殺したっていう、自分がやったっていうのとか、そのネズミを運んだりだっていうのとか多分意識はなくて、まあ、三上が操って彩香を殺したんじゃないかなと。で、彩香ってすごく特別な存在で、学園長からもうとにかくこの子はもう普通の人間とは違うっていうふうに聞いてて、もしかしたらそういう人間の血を求めて、まあ、殺し、ただ殺す必要はないからちょっとそこは不思議なんだけど、まあ、一番怪しいのは三上かなと。もっと聞けばよかったな、三上の話を。そこだけが心残りだけど、私は三上が犯人かなと思います。ありがとうございます。じゃあ最後に私が話すんですけど、私も犯人は三上かなと思ってます。空から落ちてきた手紙に、吸血鬼が長寿のものを二人って書いてあって、私は委員長の祭りさんが眠っていたのは睡眠薬が出てきたけれども、この睡眠薬がおそらく血を吸われたことによって催眠の能力がかかったのかなって思っているから、そして私が攻撃されたというか、ロープで吊られているところに血がたくさん落ちていたっていうのがみんなが話してて、でその血が何なのかなって、私は血が出ているとか怪我をしていないから何なんだろうって思った時に、吸血鬼
の血かなって思って、ユーミンがさっき吸血鬼とは全く関係ないけど血のついたハンカチがミカミンさんの近くに落ちていたって話も聞いてて、私が意識を失ったのはおそらくスタンガンでも、それはミカミンさんがやったんじゃないと思ってる。それとは別に私を本質的に殺そうとしたのはミカミンさんかなと思ってます。間違っていたらごめんなさい。私はこんな感じで考えてました。みんなの意見を聞いた時にまた意見が変わったりとかあるかもしれないけど、一人誰か犯人の候補を決めてみんなで拘束をしなくちゃいけないと思ってます。皆さん推理は固まりましたか？はい、はい、では一斉に指を指しましょう。いきますね。3、2、1。はい、変わってない。変わってない。リオパラさんを犯人だと思ったのがお二人、ミカミンさんを犯人だと思ったのが4人。ということで、間違っていたら本当にごめん。ミカミンさんを拘束させてもらいます。ガタンとロッカーから音がした。反射的にそちらに目をやると、帰宅部が目をこすりながらロッカーから出てきていた。チェリーパイはどこ？あれ？ロッカーから出てきた帰宅部を帰宅部 A、首に縄をつけたままの帰宅部を帰宅部 B とする。帰宅部 A と帰宅部 B は互いの顔を見合わせ首をかしげた。全く同じ人間が目の前にいるのだ。ロッカーから出てきたか、首に縄をつけているか、その違いがなければ誰も区別がつかないだろう。どっちも本物の帰宅部でありけれど別の命を持った違う人間だ。帰宅部たちに区別をつけるのかつけないのか、それぞれの考えに沿って決めるべきだろう。三上さんがずっとネズミのことを考えているなら、私はネズミに変身します。なるほど。うん、そう、ネズミのことばっかり考えてるんですよね。じゃあネズミになります。はい、ちょっと私サプライズがあります。ふぅー、あやか留学頑張ってね。ありがとう。わら、すごい。ありがとう。泣きそう。ありがとう。嬉しい。大切にします。大切にしてください。ありがとう。頑張ってね、うん、死なないで、うん、頑張ります。うーん、私は特にいいかな。あやか、渡したいものがあるんだけど、はい、もらってくれるかな。うん、あのね、あやか、今までずっと友達いてくれてありがとう。こちらこそ。明日から留学に行っちゃって寂しいけど、でも彩香が帰ってくるの待ってるから。うん、彩香、これからも変わらずずっと好きです。サザンカの髪飾り
受け取ってください。ありがとう、つけます。ありがとう、私は椿の髪飾りつけて待ってるね。うん、ありがとう。ありがとう、みんなありがとう。色紙も髪飾りも最後にみんなにお別れの言葉を言いたいなと思って、あんまり仲良くできなかった人とか、すごく仲良くしてくれた人とか、でも思い入れはちゃんとあってちょっと寂しいなと思ってます。みんなについて今日知ったんだけど、とりあえず私は人間で、天使松田さん、まあずっと倉庫で暮らしてて、特に今回の事件には関わっていないかなと思ってる。そして人魚、大好きなユーミンだと思ってる。そして双子化け猫がリオパラさんとまつりさんだと思ってます。そして吸血鬼、みんなで投票して犯人だってした三上だと思ってる。私のことを最初教室に入った時にスタンガンで私の意識を失わせたのはリオパラさんかなと思ってます。そしてその複製によって私 A ができたのかなって思ってる。そして吸血鬼のミカミンが私の血を吸ったことによって私は意識を失い死にかけたと思ってる。けど吸血鬼のミカミンが私の血を吸ったことによって私が不老不死になったと思ってる。だからその不老不死によって生き返ったと思ってます。誰がロープを私にかけたかなんだけど、ちょっと難しくって、ミカミンがやったのかどうかはわからないんだけど、まつりさんがロープを持っていたから、まつりさんが私にロープをかけたのかなと思っています。間違っていたら申し訳ないと思ってるけど、私はそう思ってます。私は全てのみんなの事柄を知ってしまったからどうしようかなって考えたんだけど、何も知らない帰宅部の私 A はそのまま海外に留学しようかなって思ってます。そして私 B はみんなと少しだけ仲良くなれたしユーミンもいるし、このままこの教室に残ろうかなと思います。不老不死になれたかもしれないし、ミカミンさんともちょっとだけ仲良くなれるかなと思ってる。 A は向こうに行っちゃうけど、私はこれからもよろしくお願いします。私からは以上です。あなたたちがサザンカ校舎にいる残りの期間、料理部は二度と姿を現すことはないでしょう。ただ長寿のものを見つけ共に暮らしたいという目的は変わっていません。あなたたちが卒業してからきっとまたサザンカ校舎の生徒として在籍をし直すはずです。1年と少し経ちました。料理部を除いてあなたたちは伏宮女学院のサザンカ校舎を卒業します。あなたたちが特別な存在と共に道を歩めているか、それともまだ特別が見つかっていないのか、そもそも特別とは何なのか、
それがわかるのも自分自身だけでしょう。さらに数年経つと、以前のクラスメートが教師としてサザンカ校舎に配属されるでしょう。その教師はきっと料理部の目的を邪魔します。彼女のそばに寄り添うのは自分だけだと言わんばかりに。彼女たちが特別な関係をこの先気づけるかどうかは彼女たちだけが知ることです。その様子を学園長はきっと面白おかしく見守り続けていくことでしょう。これにて人間卒業です。皆様この度はご卒業おめでとうございました。私がね、来たのは7時ぐらいかな、7時ぐらいから12時じゃない、12時はね、それはね、あっちの方ね、今日はね、そう珍しくね、ちゃんとね、学校には来れて、起きれて朝ね、あやかちゃんさ、明日から留学するって知ってた？なんか送迎部の人かな、ユーミンが送迎部？園芸部だ。足やん。はい、急に足出てきちゃってるじゃん。園芸部な？園芸部。タクシーのこと考えすぎる。ああ、ちょっとやりますか。誰は？いや、私は絶対やってない。私は。あやかのことがすごく大好き。私はずっとあやかと一緒にいるし、あやかのこと大好き。なんかちょっと嬉しい。まずだね。すいません。あやかのね。私は絶対にやってない。あやかのことが好きなんだ。三上さん、会いたかったです。よかった。何か私にお手伝いできることはありますか？帰宅部。殺したのって三上さんだったりしますか？それは今は言えないけど。あ、大丈夫です。もし三上さんだったら私が三上さんの代わりに怪しまれますので。じゃあまた何かあったら呼んでください、いつでも力になります。ありがとう。つらさんって、最近、なんか料理部さんと仲良しだったりしますか？三上さん全然仲良くないよ。本当に三上さんのことどう思ってますか？わかんない。料理できないでしょ、あれ。料理できないよ。好きですか？好きじゃないですか？好き？いや、まあ、でも、なんだろう。もう別に嫌いってことはないでしょ。なんか個人的に仲良くしたりしてないですか？個人的に？してない？うん。あ、じゃあしてないならいいんです。三上さん。今どういう感じになってる？今なんかすごい怪しまれてます、三上さん。ところで、三上さんは、なんか、どうして、あやかさんを殺そうと。あやかさんの血が吸いたかったんですか？そういうわけじゃないけど。どういうわけですか？あやかさんの血が吸いたかったんですか？しかもあの子の血まずかったの。まずかったんですか？私よりまずかったですか？私の方が美味しかったですか？それは私の方が美味しかったですか？そうね、美味しかったわ。じゃあもう飲むのやめた方がいいですよ。そう、彩香さんの血なんてまずいんだから体に悪いです。まあもう飲もうとは思わないかも。今は誰の血が飲みたいんですか？長生きしてくれる人。長生きしてくれそうな人いました？わからない。誰だ長生きしそうなやつ？さっき彩香さんが聞いたんですけど、血を吸われると不老不死になることあるらしいです。だから私不老不死かもしれません。私不老不死かもしれません。私多分不老不死だと思いますけど。でも彩香さんが不老不死になってる可能性もある。私はでもなんか彩香さんは私はなんかちょっと感覚不老不死じゃないんだけどって言ってて、でも私は不老不死だと思います。なんでずっと一緒にいれますよ。あ、不老不死の件はちょっと考えとくわ。私本当に不老不死なんで信じて。信じて。ほらって本当に私不老不死なんです。今なんかやってもいいですよ。死なないです。そう、はい。なんで彩香さんのじゃあ生き返ったの？
あ、なんかわかんないけど、彩香さんは、まあでもどっちも不老不死だったらいいじゃないですか。ね。でも多分不老不死一人だと思う。え、そんなことないです。私が不老不死ですよ。言わなきゃよかった。私が不老不死です。そう、うん、分かった分かった。だからもう新しい人の血を吸う必要ないですよ。そう、でも誰かの血は吸いたいなと思ってるから。ネズミじゃ嫌ですか。ネズミはまずいから。まずいのか。ウサギもいます、飼育小屋に。ウサギにします。松田さんじゃまずい。松田さんはやめた方がいいですよ。なんかよくわかんないこと企んでる。まあね、怖いです。ウサギにします。明日から考えておくわ。ウサギにします。松田さんやってます。人は殺してない。私はやってないんだよね。松田さん人作ってます。やってない。あの作れそうだけど、 それを作れたのよ。もともとそれアイテム持ってたから。アイテムで人って作れるんですか。泥だからね。泥ね。そう、アイテムで人が作れる。え、神なんですか。まあまあまあ天使。聞いちゃった。天使。どう比喩ってこと。どう見ても天使だと思うんだけど。天使なんだけど。やばい、怖い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 。天使なんですね。ちょっとよくわかんなくなってきた。怖い、殺される。いやいやいや、殺しませんよ。天使殺すわけないじゃないですか。いや本当に。あ、でもさっき。あ、誰かは。あ、ごめん、天使って言ったんだけど。一応言っとくけど、私みんなの、あのみんな何か大体分かってて、同じ仲間いるかなと思って今。本当に。じゃあ比喩とかじゃなくて天使ってこと。うん、天使か。今誰かが呼びに来てるんじゃない。あ、もうそろそろ戻らないですね。あ、戻ろう戻ろう。